世界のジャパンチャンネルへようこそ。ご存知の方が多いかもしれませんが、日本各地の断食道場は体質改善やダイエットに効果的なので人気です。断食道場とは断食を行う宿泊施設のことで、専門家の指導のもと安心して行うことができます。断食の効果は様々ありますが、例えば食生活の改善も期待できるそうで、ファストフードやインスタント食品などの濃い味を食べ過ぎると味覚を鈍らせてしまいますが、断食をするとちょっとした味の違いに気づくようになり、味覚が敏感になるのだとか。食生活が豊かになって選択肢が増えると、食べ物を心から美味しいと感じることが減ってしまうのかもしれませんね。ファストフードが好まれるアメリカでもぜひ取り入れてほしいと思うのですが、以前あるアメリカ人の食べ物に関する発言で世界中に波紋が広がっていたようです。今回は世界の料理について明言したアメリカ人の発言に関する話題と、この話題を知った海外の人たちの反応を私リリーのナレーションでご紹介いたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。アメリカの味といえばケチャップやバーベキューソースが有名で、ケチャップは生産量も消費量もアメリカが世界一で、ハンバーガーやホットドッグ、フライドポテトにも使われています。また家族や友人が集まってバーベキューなどのパーティーをすることが多いので、ケチャップと同じくらいバーベキューソースも人気だとか。このようにアメリカの食事は濃い味付けで、栄養バランスが偏っているイメージです。一般的な1日の食事は次のような内容が多いそうで、朝食はシリアルやトースト、ベーグルやヨーグルトなどの軽いものが好まれていて、昼食はサンドイッチやハンバーガー、メキシコ料理のタコスも人気です。夕食は大きなステーキにマッシュポテトを添えて、忙しい時はレトルト食品や冷凍食品も使われます。もっと簡単に済ませたい場合はピザなどを頼み、週末にはレストランでゆっくり食事を楽しむことも。以上のような食生活を好むアメリカ人ですが、以前海外サイトでのある投稿が外国人の間で話題になっていました。それは世界地図に赤い線を引き、料理がまずい国は地図上で一直線に結べることが判明したというもので、全くの独断と偏見に過ぎないのですが、なんと日本も赤い線が通っています。この話題に対する海外の反応は世界から様々な意見があり、大きな盛り上がりを見せていたのですが、そんな海外の反応をさらに楽しむために、まずは日本人の視点で料理が美味しくない国トップ5をランキングした記事を見てみましょう。5位、アメリカ。日本では季節ごとに料理を楽しむことができ、米や野菜、魚や肉を少しずつ食べるのに対して、アメリカでは肉やじゃがいも、乳製品がメインで量が多く、1年を通して同じメニューが多いそう。4位、オーストラリア。移民の多い国なので世界中の料理を楽しめますが、かつてイギリスの支配下にあったため食文化が発達しにくく、肉を焼いただけの料理も珍しくはありません。3位、ロシア。広いので地域によって様々な料理がありますが、寒冷地なので食材の種類が少ないようです。日本で食べるロシア料理は美味しいイメージですが、現地で食べるボルシチやピロシキは味気ないこともあるのだとか。2位、フィンランド。ライ麦やカブなどの根菜を使った料理が中心で、気温が低く日照時間が短いので使える食材は限られます。フィンランド名物の飴サルミアッキはフィンランド人が認めるほど世界一まずいそう。1位、インド。多民族国家で様々な宗教や言語が存在するため、地域によって料理の味付けが異なりますが、共通点は香辛料やハーブを多用することで、このハーブの癖が苦手な人が多いようです。海外の料理は日本と比べると濃い味付けという印象を受けますね。それではあるアメリカ人が投稿した料理がまずい国は地図上で一直線に結べることが判明したに対するコメントが、
世界中からたくさん寄せられていましたので見ていきましょう。海外の反応。赤い線の上にある国や地域ではまずい料理が食べられているだって？こんなのありえないよ。絶対に間違ってる。アメリカの上に線が引かれているのが納得できない。アメリカにはバーベキューやテクスメクス料理があるよ。メキシコ風のテキサス料理だよね。チリコンカンやブリトーはうまいと思うな。タコスとブリトーはトルティーヤが違うから食べ比べしているよ。オーストラリアはチョコレートビスケットのティムタムが人気だけど、美味しい料理ってあるの？アメリカではベジマイトが輸入禁止みたいだし、元になったイギリスのマーマイトなんてデンマークでは約3年間も輸入禁止だったんだぜ。ベジマイトは強烈な味だけど、パンに塗ってトーストすれば結構美味しいのよ。栄養価が高い健康食品だから妊婦さんにはおすすめ。シンガポールは多民族国家だからいろんな国の料理が食べられるけど、口に合わないものもあったな。宗教の関係で牛肉や豚肉が抜かれた料理が多いよね。シンガポール名物のチリクラブを食べたことがあるけど、濃厚なチリソースが絡んだカニは美味しかったよ。まず全く直線ではないし、何より日本の料理がまずいわけないだろう。寿司以外にも焼きそばやお好み焼き、しゃぶしゃぶやうどんも美味しいぞ。梅干しは酸っぱすぎてちょっと苦手かな。あとイカの塩辛はピンクでおしゃれだけど匂いが可愛くない。中華料理はどうかな。美味しいと思うんだけど。ワンタンや麺料理、天津などは最高だけど、風変わりなものも多い気がする。広東料理の香港もそうだよ。屋台の当たり外れはあるかもしれないな。モンゴル料理は匂いが強烈だよ。羊肉が多いけど独特な草の匂いがするんだ。他の国でも羊は食べるけど、匂いの少ない羊肉が流通しているよね。毎食が激辛料理だと体に負担かも。世界一辛いことで有名なブータン料理は特にそう思うな。ソウルフードのエマダツイはほとんど唐辛子だぞ。お肉が大好きな欧米人には物足りないかもね。ブータンの主食はご飯で、野菜が多めで肉は少なめだから食べやすいと思うし、観光客向けには唐辛子はそんなに使われていないよ。インド料理は好きなんだけどね。カレーには強烈な香辛料や大量の油が使われているから、3日続けて食べると体調を崩してしまうの。アメリカはファーストフードだけでしょ。北欧の国の料理はあまり美味しくない印象だな。物価が高いから外食産業が発達しなかったんだろうね。フィンランドで美味しい料理といったらポロンカリストゥスくらいしか思いつかないや。マッシュポテトの上に煮込んだトナカイ肉を乗せてコケモモソースで食べるんだ。トナカイを食べるんだね。臭みが強そうで、ベリーソースも好みが分かれそうだ。ロシアのライ麦パンは美味しいと思うよ。でも保存食を使った料理が多いから新鮮な野菜を食べたくなるかな。チェコとドイツの料理もまずいってこと？そんなことないでしょ。チェコがビール大国なのは納得だよ。だって郷土料理は味が濃いからビールをいっぱい飲まなきゃいけないもん。ドイツは煮込み料理が多いよね。ソーセージやジャガイモ、ビールは美味しいけど食べ物の種類が少なくて飽きるかも。赤い線からイギリスが外れているのは美味しいってこと？フィッシュ&チップスを思い出せ。味がない上に魚の臭みは残っているし、ケチャップやタルタルソースをかけてもがっかりする味だぞ。日本は美味しいでみんな一致でしょ。以上が海外の人たちの反応です。美味しいと感じる料理があれば、口に合わないと感じる料理も当然ありますが、様々な意見があり、気になる料理も何個かありました。また日本の料理は美味しいだろ、
という声もあり、世界にも愛される味なのだと嬉しくなりますね。そんなアメリカ人の食事ですが、海外の反応にもあったようにファストフードのイメージが強いのは一体なぜでしょうか。実は産業の発展と深く関係しているようなので、ここからはその理由を一緒に見ていきましょう。第二次世界大戦後のアメリカは軍需産業が盛んだったので、工場などの生産施設が充実していました。そのような中で自家用車が生産され普及すると、高速道路の整備が急速に進み、工業が盛んになって忙しくなると、簡単に食事をしたい人が増えたそう。また車社会が広まると買い物にも行きやすくなり、家でもハンバーガーやサンドイッチなどのファストフードが親しまれるようになったのです。その他にも共働きの家庭が多くて忙しいことも理由の一つでしょう。アメリカのファストフードも便利でいいですが、日本の美味しい料理もたくさんあるので、ここからは外国人に人気の日本食トップ5をご紹介していきます。意外な感想があるので、それも含めて楽しんでください。5位、うどん。スープが薄くて物足りないとの声もありますが、ツルツルして食べやすいので美味しいと感じるそうです。日本ではあっさりした味が好まれているのに対して、アメリカではカレーうどん、タイではスパイシー豚骨うどんなどが人気だとか。4位、寿司。イクラやイカ、ウニやエビの好き嫌いはありますが、マグロやサーモンは人気のネタです。西洋人は生ものが苦手な人が多いので、鶏のささみやツナ缶、アボカドを使った巻き寿司が好まれます。3位、天ぷら。海外で調理される天ぷらは衣が厚くカラッと揚がっていないので、衣が薄い日本の天ぷらの食感と味には驚くそう。2位、焼き鳥。軟骨や皮は好き嫌いがあり、レバーが苦手な人もいるそうですが、ももやつくね、炭火で焼くタイプは食感や香りが良くて外国人も好きみたいです。1位、ラーメン。味が弱い塩味や醤油味はあまり人気がないようですが、豚骨ラーメンはアジア人を中心に人気だとか。このように美味しいと言われる日本の料理でも外国人の好みが分かれます。世界の料理はその国の風土に合った特徴があるので、それぞれの食文化を尊重しながら楽しむことが何より大事ですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。